はいえー、さて、それではですね、法令上の制限編の5回目をやっていきましょうかね。検、え、閉、ー、率や率まああのー、前回のね、えーまあ、読んでね、えー、見ていきましたけども、えー、その他にですね、建築物の高さを制限する規定群があるんですよと。 低層住居専用地域、まあ大第大種,種低層住居専用地域、それと、えー、低層住居専用地域のグループでね、まあ三兄弟、なんていうようなこと言って、電、えー、園住居地域も入ってくるわけなんですあの、そのね、低層住居、電園三兄弟にだけですね、適用される絶対高さ制限。 うん、まあ、このあったりね。あと、車線制限だなんだかんだと。えー、まあ、いろいろありまして、まあ、ちょっとその辺をね、やっていきましょう。建築時報のね、残りをやっていこうかと思うんですよ。で、4コマ漫画なんですけどね、えー、商業地域、えー、日陰規制がないですね。まあ、そらそうだよな。日陰規制なんていうのは、これ、要は、あの、隣の土地に日陰を出さないようにしてくれ、一定時間のね、一定時間以上日陰出すな、みたいな話ですから。 まあ住宅街じゃないっていうことでね、商業地域なんかだったらまあ日陰規制なんかない方がいいわけで、そんなのあるとね、逆に言うと、えー、そのほら、商業地域としてのねあ、あれじゃないですか、ほら、ビル建てたりなんたりできなくなっちゃう。えーまあ、かつては地域の一番のっぽッポビルだったんだけど、その後、建築ラッシュで要接率が緩和して、で埋没したみたいなですね、<laughs> そんなような4コマ漫画でございますけども、はい。 さてじゃあそしたらば316ページ317ページでですね、えー、じゃあ早速やっていきましょう建築順法の続きでございます車線制限非可規性などの高さ制限、えー、日照などの確保のため建築物の高さについて制限がありますよそして、まあ、資格の一番ですね検閉率や容積率のほかに何があるんでしょうかと、えー、読んでいきましょう概要でございます建築物の規模をコントロールしている検閉率容積率まあねいろいろありましたけど。 こ,うここではですね、主に日照を確保するための話だってことでですね、まあ、憲兵や養石でもまあいいんですけど、それに加えてこんなのもあるぜってことで、高さ制限ですね。えー、四角の1番、2番、3番で絶対高さ制限、車線制限、日陰規制。 うんまあ、聞いたことあるかどうかちょっと微妙かもしれないね。日陰規制なんてのは、まあ、聞いたことある人もいるかもしれませんけどもね。じゃあまあまあとりあえず絶対高さ制限ってのからやってみましょうよ。鍵括弧の1番です、えー。低層住居専用地域と田園住居地域のみでございます。すっきり条文読んでいきましょう。第1種、第2種、低層住居専用地域、田園住居地域だけね。うん におきましては、建築物の高さはその次ちょいとマーク10メートルまたは12メートル。はい。えー、このどちらかでですね、これ定められてるんですよ。都市計画で定められた限度を超えてはならないと。10メートルか12メートルのどっちか。317ページの一番上、ジョン先生。第一種、第二種、低層住居専用地域、電園住居地域だと何かとうるさいね。低層を守るためですね。うん。 守れ帝宗僕らの帝宗なんてねあの初期型のええー、<laughs> そうエロ本時代で売れていた「卓景ダイナミットの」の、えー、大初期の頃の、えー、テキストで「帝宗」あの字使ってね帝宗体帯。<laughs> 低、えー、層を守るために建築物の高さは10メートルか12メートルどちらかですで他の住居地域には適用なしとなっていますので、えー、例えばまあ同じ住居系としてですね第一種、第二種中高層住居専用地域なんてのはあるわけですよね、えー、住居地普通の第一種、第二種の住居地域準住居地域まあ,ありますけども、えー、こういったところにはですねこのような、まあ、絶対高さ制限、まあ、10か12のどっちかなんてことは。 でないですねやっぱりまあ低層住居と田園住居と、えー、例えばさだって検閉率が50で容積が100なんて感じでしょ低層住居専用地域だとね だから50、50の100の2階建て、ねえー、するんだけどもじゃあ、えー、1階部分の50を10にしてですねじゃあ10階建てにしちゃえなんてことでトータルがねあのー、ほらまあそうなっちゃうわけだよなでそうするとなんか10階建て建て,てられちゃうんじゃないかみたいな話になっちゃってそれちょっと困るということで憲兵率や要請率には違反してないとしてもね えどこかでも絶対的な高さ制限と、えー、そんなことをやっていきましょうということで、えー、こんな規定があるわけですね。はいえー、ということで写真がこれ低層住居専用地域で、ねまあ、大体こんな、まあ、街並みになるんじゃないかなと、ねえー、思います。はい、えー、じゃこれが1個目、えー、それから今度は鍵カッコ2番で今度はね車線制限ってあるのよ。で道路車線制限臨地車線制限北側車線制限という。 えこの3つがあってね、ちょっとこれは馴染みがないかもしれないね。で、名称とどこで適用されているかというところを見てもらって、えー、と道路車線制限は都市計画区域、準都市計画区域だったら適用しますよと、まあ、そういう話だねえ。それから臨時車線制限だと、第一種、第二種低層住居専用地域、田園住居地域。 以外ってんですねそこちょっと丸太っといで以外」うん。で第1種低層第2種低層田園住居には適用しないけどみたいなこと言ってて、えー、なんでと思うかもしれませんがそのからくりはまた今ね説明しますよ。臨時車線制限は「以外」ね。で北側車線制限なんだけど今度はね第1種第2種低層住居専用地域と田園住居地域。 それから、日陰規制が適用されていない、第一種第二種中高層住居専用地域には北側車線だなんて言うでね、ここのところが、まあ、実らだけ考えてますと、非常に面倒くさくてですね、ああ、やっぱあれだよな、単に言葉の羅列で、と、ちょっと厳しいよね。何言ってんだろうと、そのな話なんですね。まあまあ、そういうことで、ちょっと続きいきましょう。臨時車線制限は全部で3種類です。なんで車線制限なんていう名称になってんすかね。 そうすると、車線的に建築物の高さが制限で、これまたよく意味が分かんないんで、次のページ、ビラッと見てもらいたいんですけど、車線制限のね、代表的と言っちゃう、318ページに道路車線制限というまあ話があって、それで右端の方にですね、これ、銀座八丁目の裏側なんだよね。と、ほら、あの、これ何階だろうな、一1 1>, 1、2、3、4階が5階建てのビルなんだけどえ、その上がさ、斜めになってますよね、こういうふうに。で、これね、あのデザインとかかけてね、え、おしゃれーとかね、まあ、おしゃれな感じしませんけどね、これ違うんです、これね、だから、見えない透明な板で囲まれてる部分、囲まれていて、その中の部分で建築物建ててねというのが、この車線制限、車線的に高さを制限していくという、まあ、ことなのよ。 えそれで318ページの一番下,下ちょっと見てもらいたいんだけど道路があったとするでしょ道路の反対側からこういうふうに1.5いって1引っ込んでみたいなこういう、あのー、線があってでこの中で立ててくれって話なのよだから検兵率や容積率で、えー、フルフル使ってこんぐらいってこうあるかもしれないんだけども、えー、ただこの車線制限の中でやって,やっ,てってちょうだいよと。 まあそんんななイメージなんですよね、はい、それでね、えー、この道路車線制限のね、えーまあ、ちょうど318ページでちょっと説明をもうちょっとしますと、書き括弧1番かな、はい、テキスト上の方ですね、えー。道路車線制限は用途地域とはずんぬんというふうに書いてあります。それでね、あの道路車線制限そのものを試験に出したことって、ここ30年ないんじゃないかな。<laughs> 大沢先生が先生をやり始めてからですね <laughs>。 まあ、ど道路車線制限は確かなかったと思うそれあと、それと,それと実際にですねこの車線制限を使って建築物の何か設計をしろとかその話も出てこないですけどね車、まあ、線制限っいこういったもんだというふうに。 思っていいたただきたいあのこんなイメージですねじゃあちょっとすみません318ページのテキストの右下写真の下ですね一般的に違反建築物といえば容積率オーバーを考えがちなんだけども車線制限などにこれ乗っ取ってないといった場合もやはり違反建築物になっちゃうだって、うん、だから憲兵率容積率問題ないんだけど車線制限をさ無視してちょっとこう、まあ、四角に立てちゃってるよって本当はその部分違反ですからね、うん、ということにもなっちゃうんでちょっと気をつけても、まあ、なかなか判断できないんだよこれね はいということで道路車線でございます。まあちょこらこれにしといて、あとさ臨地車線制限と北側車線制限っていうのがあって、えっ、ー、とこれもねあのそうほらあの数字あの住居系用途地域だったら20メーターススッと立ち上がったそれからねインサイド車線で入っていくよとかさ商業工業系だったら31メーターまでススッと行っちゃうよとかここあるんだけどここの辺この辺の数値は出てこないです。 えーまあ、何が出てくるかというと、リンチ車線制限ってどこで適用されるんですか、逆にどこで適用されないんですかと、その程度なんですね。えー、ですので、319ページかちょっと、ちょっと見ていこうな、括弧のに、臨時車線制限。臨、え、時、ー、車線制限は31メートル、かっこ20メートルを超えて建築される高層部分について、えー、こう車線的に中入れてってくれと、ね、高さを制限していこう。 でこれ30メー、31メーター、20メーターなんて言ってまして、じゃあなんで、えー、低層住居専用地域、田園住居地域には適用ねえかっていうと、あのこれほら低、低層住居専用地域と田園住居はさ、10メートルか12メートルまでじゃん。だから、リンチ左線制限より高さ制限が厳しいので、ね、これはだから、低低と電には適用されないんだよと、まあ、そういうことなんだよね、これはリンチ左線制限です。 一方、北側車線制限ってことになると、今度ね、これ、小規模な建築物の車線制限になっちゃって、えー、319ページ、陳築林って言っちゃちょっと失礼ですけどね、あの低層住居専用地域的なさ、まあ、この写真ですよ。でそうすると、北側となる土地、まあ、左側の日照確保するために、南側に立ってる方が、 建築物の屋根を削ると、まあ、こういうふうになってますね。はや、い、なってるわけですよ。えー、北側車線制限、これです。えー、住宅地におけるね、赤木確保さんもですね、えー。日照紛争防止したいために導入されました、北側車線制限です。北側の敷地の日照を確保しようということで、えー、建築物を斜めに削ります。この規定が適用されるのは、第1種、第2種低層住居専用地域と、田園住居。あと、第一種、第二種、中高層住居専用地域のみです。えー、日陰規制、うんぬんとありますが、ちょっと置いといて、 はい、えですので、北側車線というのは低,低層住居専用地域、田園住居地域、えー、中高層住居専用地域というここに適用しますよと、まあ、こういうことなんですよね、はいえーで。次のページを見ていただきますと、えー、北側車線制限、えー、南側の屋根の、ね、上の方を削れと、えー、北側になる土地の日照を確保するためだと、まあ、こういうことなんですよ、はい。ここまでいいじゃないですか。 はい教材見ない。臨時車線制限適用されないのはどこえ今見てきたのにみたいなんですね。北側車線制限で適用されるのはどこねえ、こうまたボーっとね。<laughs> ボーっとしてんじゃないよってなんだっけあったような、そういうのがな。<laughs> えー、覚えらんないよな。どっちかし覚えようよ。どっちがいいかなまあ、道路車線はいいや。うん 臨時車線制限を覚えるか北側車線制御を覚えるかまあどっちかでいいと思うんだよなそれでねこうしねえか北側車線制限が適用される用途地域をまず覚えようててちゅうちゅうでん北側はい何が早いもの急に「はい」じゃねえよバーカーみたいなね 低層低層で電源住居どこにまあいや五郎の花五冠ねうんリズム遊びなんだけど、えー、どこに入れようかと思ったんだけど「低低中前はね電源住居地域がなかった頃はまあ最近できたじゃん田住居なかった頃は「低低中中北側車線うんはい」とか言ってさあけだ電源住居がいっちゃったから,うんだからしょうがないから「低て中ちゅうとゴうはいワンツー ててちゅうちゅうでんきったがおほいまだ言わねえやつがいんなリピートアクタミーさあ大きな声でいってみようててちゅうちゅうでんきったがおほいグー <laughs> これでいいよ。で、定定中中電北側が出てくるや。あれ、リンチってなんだっけ？あれ、三十一とか二十で鈴だったから。あ,あ、そうか、定定電は適用人だと。そういう論法で、論法でそういう、なんかな、思考パターンで、えー、で抑えてくるイメです。だか一本勝負。ここは、だから、定定中中電北側。ワン、ワン勝負で。 えっ、ー、とそれからねじゃあそしたらいやここでちょっと一旦切りますわえっ、ー、とねちょっと15分経っち,ちゃったねまあ <laughs>、えー、日陰規制につきましては日陰規制以降は次の世界でやっていきたいと思います続きをどうぞお聞きくださいさあそしたら建築基準法のね続きでございますけども日陰規制ですね えー、320ページですね、書き括弧3番で、えー、日陰による中高層建築物の高さの,の制限と、まあ、日陰規制とか日英規制とかね、まあ、そういう言い方をしております、えー。皆さんの住んでる町でですね、この日陰規制、適用されている、えー、エリアっていうのかな。 えそれはどこでございましょうかね、えー、どうぞ皆さん、あのー、ネットでね、えー、検索していただければと思います。えー、ジョン先生、こう言ってますね。都会ではい意味お互い様の建築部で生じる、えー、日陰です。まあ、しょうがないよね。あのー、人がね、まあ、多く住むし。えー、嫌だったら、じゃあ、 いや、人のいないところでね、なんつっても、それまた、いろいろ困るだろうしってことで、お互い様ま。あ、とはいってもですね、あまりにも真っ暗なのはいかがなものかということでですね、あのー、あんまり、ね、真っ暗にしないでねってことで、この、まあ、日陰規制、日陰規制ってのはあるわけなんですね。で、建物の北側の日照確保しようというのが、まあ、主目的だということでね。まあ、この高さ、建築物の高さをこう制限する。え、だから、まあ、屋根の位置をちょっとずらすとか、形変えるとかね。 まあ、この日陰規制もそうですけど、まあ、さっきの北側車線とかいろいろあるわけで。えー、だから、まあ、それぞれさ、あの、考えなきゃいけないんだよね。ここ、まあ、北側車線が入ってて、日陰規制はどうなってんのかなかいろいろこう、やんなきゃいけないんで、まあ、だから重要事項の説明をするときにね、えー、ちょっとまあ、一手間、二手間かかっちゃうかなと思うんですね。えー、じゃあ、321ページで、日陰規制の対象となる、たとなる区域と建築物ってなってまして、 えまあ第一種低層や田園、第一種第二種低層や田園住居だったら軒の高さが7メーターどうのこうのとね、まあ、こんなのあります。まあ、ちょっとこ,うこの辺のこう数字も少しね、めんどくさかったらさ、まあ、後回しでもいいかなと。っていうのはさ、 あのなんだろうほらこの法令上の制限になってくると数字がなんかいろいろ出てきてまあ覚えらんなくてなんてね、えー、そんなことを、まあ、言ってますけど、えー、まあ、言ってますけどまあ大体大体言うんでしょうけどね。まあ、とは言ってもねまあまああの最初はさまず どんなのかな日陰規制ってまずどんなイメージなのかなってのが分かんなくて、この細かい数値を覚えてたって、俺頭入んないですからね。まあまあ、最初はまあ、ざっとですね、そうか、そんなような話かというのを見ておいてもらいたいんですけど、まあまあ、日陰規制の対象となる区域と建築物校ありますと。えー、どうも低層系、田園住居系は厳しそうだなと。えー、そうじゃないところも、高さが10メーターを超えるう々んだなと。で、ポイントはですね、ここなんですよ。 この321ページの用途地域ね、いろいろあるけど、ないのどれでしょうはい、教材見ないはい、教材見ないど何がなかったんんつって、わ <laughs> かるわけねえだろみたいなね、そんな。<laughs> 急に言われてもー、もう困りべしみたいなね。はい。えー、ということで、スッキリ上部見ていただきたいんですけど、 えっと、まあ、日陰規制は上記の用途地域、未指定区域のうち、地方、あ、地方公共団体の条例でってところを波線振っといて、これね、都市計画法じゃなくて、建築基準法での制限じゃない都市計画法での都市計画で、ねえ、高さこうする、ああするって言うんだったら、そら都市計画図というのを見ないやら、都市計画。 かまあ、都市計画法の話でやってるでこっちは建築基準法で高さがどうのこうのと言ってますから、えー、だからまあ都市計画云々じゃなくてですねあの条例地方公共団体の条例これでそれぞれ、ね、あの各地方公共団体でどこで、えー、しあいや適用しますよとこう指定があるわけよ。 だからまあ、第一種低層だ、第二種低層だ、中高層だと言っても、日陰規制、適用されてるエリアと、そうじゃないエリアってあるわけね。あだからそうそう、さっきさ、あのネットで調べてねってのはまあその、そうそう、この日陰規制の条例を見ると、何だら何丁目から何だら何丁目なところ出てますんでね。えー、ちょっと皆さん、調べてみたらいいかもしれません。 それで丸二番で対象区域外にある。だからまあ,あ、日陰規制が適用されないってことなんだけども、高さ10メートル建築物なんだけども、冬至日ですね。まあ冬至日い、いつ頃だいたいクリスマス前後がね、まあ冬だ、冬で、12月の冬の日ですよね、冬至日。クリスマスぐらいかなと思うんですけど、えー、その頃で、一番だからまあ、あのー、太陽の光が弱いっていうのかな日。日が短いっていうのかな。まあそんな時なんですけどね。 えそれで、まあ、その対象区域外なんだけども、その当時日に、対象区域内に日陰出しちゃうって言うんですね。そうするとですね、まあね、あの対象区域内だったらやれ屋根の形を構成、合わせるてところがあるで、対象区域だから関係ないよってあるんだけども、まあ、ちょっとこの裸駅にありがちなです、ね、建築物につきましては、ちょっとそこのところ、えー、インサイドっていうのかな。うん まあ対象区域にあるものとして云々と、うんぬんと。そんな規定もあります。はい、えー。すみません、ジョン先生、ここちょっと波線、えー、赤く書いてあるところな。商業地域、工業地域、工業専用地域。えー、これは日陰規制の対象区域ではありません、はいえー。商業地域、工業地域、工業専用地域。ちょっとここだけ、押さえといてね、えー、いただきたいですね。 えっと、それからじゅあ、猫ちゃんかあ、さっきの条例の話も、ここに、えー、彼女、まあ一応、猫ちゃんの女の子のつもりでね、<laughs> 今まで男が、オスカメスか一言も言ってないよね、そういえばね。ああ、だけど、まあその、まあ、まあ、猫がこう言ってるということで、はい。 えー、以上322ページ、えー、一覧にしておきました。で建築物の高さの制限まとめとなっててねまあちょっとなかなかちょっとこういう表面倒くせえなと思ったらあれだけ覚えておいてよ。ててていてて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 ていてて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 ていてて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  えー、323ページですね。今度は敷地についての話でございます。敷地についてあるこれうるさく言う場合がある。だからそう、うるさく言われてるエリアもある。さあ、どんなところだ概要。建築物の高さのほか、建築物の敷地についても、建築物の敷地の最低限度、敷地面積の最低限度ってことですよね。 それとか、第1種、第2種、低層住居専用地域、電源住居地域内、この低層ブラザーズ、低層3兄弟では、さらにですね、外壁の交代距離の限度、こんなのがあるんですよね。えー、じゃあ、そしたらさ、まあ、ちょっと見ていきましょう、かぎ括弧1番で、建築物の敷地面積の、えー、最低限度ってところなんですけど、都市計画で。 あこれ今度、都市計画でと、ここは言っておりますよね、えー。都市計画で決められています。建築物の敷地面積の最低限度で150平方メートルと、まあ、たった定められて立ちます。そうすると、建築物の敷地面積はその最低限度、まあ、150平方メートル以上でなければならないと。で、この建築物の敷地面積の最低限度ですね。ああ 敷地最低どれくらいですかみたいなねその話なんだけどもまあ用途地域でどこでここでってことはなくて、えー、だからまあまあだから大手低層でもまあまあ例えば巡航業地域でもねはい、えー、敷地面積の最低限度があ都市計画でここではこうするよとこう定められてるんだったらそれに従えということなんですよねでね、えー、ただまあ敷地の最低限度だけどまあ100平方メートル以上にしてくれよと まあいいんだけど例えばさ300平方メートル以上にしてくれよっていう決め方されるとちょっと困っちゃうんですよね。でまあ私なんかやっぱまあこの、まあ、東京で生まれて東京で暮らしておりますんでね、えー、都内の戸建て住宅夏建てねそんな敷地面積そんなないわけですよ。まあ、100120ね まあ150、160個、50坪ありゃ、まあ、立派なもんだぐらいの話に、えー、なっちゃうんですねああで。そんなところに敷地面積最低でも250ですよ、70坪なきゃだめよな。そんなこと言われちゃったらみんな困っちゃいますから。いや、最低,最低敷地面積で伝ってね、そんな大きい数値で定められちゃ困るよと。まあ、そういうことで、200平方メートルを超えてはならないとなってますから。 まあ、マックスで200平方メートル以上にしてよと、220平方メートル以上にしてよみたいなえ定め方はできないですね。165だ、190だみたいな、あだったらいいんだけどということですよね、えー。土地の細分化を防ぐんだとジョン先生、こう言っておりますね、最低でも敷地面積はこれ以上にしろという趣旨です。定められていないときはどうでもいいんだけど、都市計画で敷地面積の最低限度が定められてんだったら、それ以上にしてくださいねと。はい そんな話ですよねまあ324ページ見ていただくと敷地面積の最低限度が200平方メートルと定められてんだったら100なんてこれダメだよとまあそんな形だねとこの敷地面積の最低限度なんだけどもこんな風に都市計画でね指定してると決まればちょっと前にやりましたけど地区計画っていう枠組みでもですねこの敷地の最低面積なんてのを、えー、決めることができますんでねまあだからまあ あれだな実際重要事項の説明をするということになって調べるということになるとちょっといろんなこう気を張ってですねあれはどうだったかなこれどうだったかなみたいなことでこうやっていかないと間違えちゃうとねまあそんな風になるわけでまあまあ,まあ,まあそんなわけでただまあ一般社会人一般消費者普通の人にしてみればこんな敷地面積の最低限度なんてねあんまり気にもしないかもしれないですけどねまあ実はこういうことがあるというわけでございます。 さあそしたら324ページ、325ページなんですがえ、今度は括弧の2番ですね、低層住居専用地域、田園住居地域内における外壁の交代距離。これはあの、あのなんだ低層3兄弟にだけなんですね。どんな話かと、すっきり条文ご覧ください。第一種、第二種低層住居専用地域、田園住居地域に関する都市計画にはと。まあ、都市計画でこれ書いてあるよとね。まあ、これ言ってるわけよう。なんだと。 えいってあそこはちょっと一応丸太い一点五メ1 5メートルまたは1メートルこのどっちかです。で外壁の交代距離建築物の外壁やこれに変わる柱の面から敷地境界線までの距離だから、えー、とど敷地にね、まあ道,路がまあ、道路が接してるんだけどその道路と接してる分から1メー,ターの中で、ね、入って五メーターか入って建築物立っててくれとまと、あ、こういうことなんですよね。 えー、ジョン先生ですね、大、え、主、ー、第一種大、あ,あごめん、あちょっと言い,言い忘れちゃった、ここはさ、定めることができるとなってますので、定めてない、うん、といった場合もある、定めるんだったら、1メーターか1.5メーターだと、まあ、こういうふうに言ってるわけですよね。えー、第一種ジョン先生読んでいきますね、第一種第二種低層住居専用地域、電住居地域に限ってってとこ、ちょっと丸太いて、限って、うん、ここだけ。 えー、適用される規制として、絶対高さ制限、まあ、10、1人これはどっちかで定められています。えー、のほか、外壁の交代距離、うん、都市計画で定められてるんだったら、バックさせてねと。検定率で空き地の量はコントロールできますけど、その空き地、どこに空き地するかですね、1メーターで1.5メーターの中入れってことだったらば、まあ、当然、その建築物の周りっていうんですかね、えー、道路や敷地の境界線ですよね。うん、そこからまあ えー、ドーナツ状に空き地ができるだろうとね。えー、ということで。はい。えー、はそんなような、あのー、ことでございます。バックさせてねと。はい。これどうでしょうかね。はい。えー、そんなことでいいかな。じゃあ325ページ、敷地についての制限のまとめで、まあこちら、こちらご参考にしといていただいて。じゃあそしたらね、次ね、防火地域、純防火地域ってあるんで、ちょっと途中まで。 えっ、ー、とねああそうか防火地域だ純防火地域だったんだけどちょっともう一度ここで皆さん都市計画図をですね、えー、出していただきたいんですけどもねよいしょじゃあ私も、えー、都市計画図えー、うちのね「卓研ダイナマイターズの」の、えー、合格者の方でまあ仲良くしていただいてる柳田明子さんからですね 先ほど、都市計画図が届きました。今年の都市計画図です。<laughs> なんか農産物みたいですけどね。えー、こちらの柳田さん、あれですよ、ご夫婦で、あの旦那、ご主人もね、えー、宅建ダイナマイトで宅建合格して,てで奥さんも合格して、まあ、夫婦でやってて、えーでまあまあ、仲良くなっちゃうんだよね、まあ、何回か飲み行ったりするんですけど、えっ、ー、と、これ、大和市の都市計画図だな、まあ、大和市ってところはど真ん中に市街化調整区域。 これなんか基地なのかな、なんかがあってですね、えー、割と巡航業地域がまあ,あります。で、駅ですね、駅の周りに商業地域、近隣商業地域、一応、まあ、駅を中心にして、えー、商業、その周りが近隣商業で、その近隣商業と低層住居専用地域の間に住居地域、それからこれは国道かな、えー 剣道かな、えー、オレンジ色ですね、えー、準住居地域といったものがまあ指定されると、えー、立派な都市計画図をいただいております。それでさ、あ防火地域、純防火地域、どうなっていくかなと、あえー、と大和市は、ね、こうなってますね、あ大和市いったら、あのー、神奈川県でございましてですね,、えーとねえーと防火、商業地域は全部防火地域重ねて指定してありますと。 純防火地域指定しているところなんですが、えー、とここね、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、えー、準住居地域、近隣商業地域には上にそのまま重ねて純防火地域を指定しております。ということでね、うんとだ低層住居専用地域が大和市にありますが、ここは防火地域も純防火地域もいずれも指定がないと。 それから、市街化調整区域、まあまあそうですね、市街化調整区域ですからね、え防火地域や順防火地域指定しても、まあどうにもしょうがないですよ。建物さってないですからね。えですので、ここも指定がないってことで、えー、大和市でございます。え防火地域はすべてえ、ごめんなさい、商業地域ですね、すべて防火地域、えー。順防火地域、えー、商業地域の割に順防火地域を指定しているケースが多いですね、大和市はね、えー。順防火地域。 近隣,商業地域近隣商業地域があぼ商業地域の周りに近隣商業地域、ごめんなさい、えーで、近隣商業地域には純防火地域と、それから近隣商業地域に隣接するというか、まあ、ほぼほぼ同じようなポジショニングになってます、えー、準住居地域、第2種住居地域、第1種住居地域、それから中高層住居専用地域にも、こちら純、純防火地域の指定があると、まあ、こんなふうにですね。 え楽しめますんでね、はいえー、ぜひ皆さん、あのー、都市計画図のご用意をと。じゃあ、そしたら、あ今あ、ざっくりご説明いたしましたけども、じゃあ、防火地域、純防火地域指定されているエリア、えー、どんな規制があるか、じゃあ次の音声講義でやっていきたいと思いますので、続きをどうぞお聞きください。 さあそしたら326ページなんですけどもね、えー、防火地域、純防火地域での制限、建築物の規模により、耐火建築物、純耐火建築物、まあ、そんな言い方してますけど、要はあの防火、一定の防火上のね防火機能を持ってる建物にしてくれと、まあ、こういうことなんですよ。じゃあ燃え、まあでもね今、今現在ですね、皆さんがこう想像します、えー、建物なんですけどもね。まあけ まあある程度ですねえー、まあ防火的なねあの建物には耐火的な建物にはなっていると思います。で耐火とかまあ防火とか純防火まあまあ耐火純耐火ね、まあ、こういったことを一切考えてない建築物っていうと木造のさ木木が壁なんていうのかね、えー、外壁も全部木でできているという。 まあ、この辺も時代あのさこう世代感が出てきちゃってさほら昔の小学校みたいですよなんて、まあ、言うわけよ50代ぐらいはねああなんて言うんだけどいや昔の小学校ったってビルですけどみたいなことをこ30代はさ。 ゆったり、ねええー、しますけどね、まあ、ちょっとネットで調べて、ネットで、うん、あのど,どんどん木造燃え、燃える木造とか、まあ、そんなちょっとい,そんな言い方かどうかはしたいですけどね、ちょっと、えー、見てください。さ,さ,さそしたらじゃあ、資の一番です。防火地域、純防火地域にを立てる場合、えー。防火地域や純防火地域が指定されている場合、建築物の規模により、火災に強い建築物、耐火建築物や純耐火建築物の建築が要求されますと、えー。住宅が密集する都市で火災が発生 した際の炎症防止のためだと、まあ、こんなような規定が用意されてますと、えー、耐火建築物、準耐火建築物というですねまあ、言い方をしております。で、この耐火建築物とはとかね、準耐火建築物とはみたいなことで定義が出てくることはございません。まあまあ言葉として出てきます。えー、で、説明はいろいろ書いておきましたけども、まあまあちょっとイメージつきにくかつきにくかったらですね,、えー、ね、ネットでね、耐火建築物、 うん、画像検索とかさあ、あんじゃないですか。順対化でと、えー。それでやって、ああ、こんな感じかな、なんてね、えー、見てもらえばいいでしょう。で、まあ、我々が通常考えてますビルですね。えー、鉄骨、鉄筋、コンクリートとかね。あんなのはになっちゃいますよと。まあ、耐あそっか。 えそれでね皆さんにね聞くことがあるんですよじゃあお家建てるとなったとしますよ建て替えすとなったとするよご実家をみたいな話にしてねじゃあ皆さんあの建築物なんだけど、まあ、検品率要水率それからまあ,あ用途地域の制限とかいろいろ勉強してきたけどねえじゃあ今度構造で考えてみようかねとどういう建築物がいいかいとあ耐火建築物え純耐火建築物耐火でも純耐火でもないよと、まあ、どれがいいなんて、まあ、こんなことを聞くわけですね。 聞くわけたまにそうするとまあやっぱ耐火建築物がいいなんて人が多いんですよね、えー、ただ耐火建築物になりますと分かる、まあ、かるご、まあお察しの通り建築コストが高いんですよねああ高くなっちゃうよねじゃあ純耐火でとかね耐火、まあ、や純耐火でなくてもあのー、いいですっていうふうにしてるんだけど今でも耐火や火まあ全く防火機能がないっていう建築物は建てないんじゃねえかなとこう思う下なんですけどね まあそんなことで、えー、じゃあ327ページ、えー。防火地域に指定されてるとどうかっていうとね、まあ延べ面積が、えー、100平方メートルを超えてるとか、えー、それからまあ3階建て以上だどっちかですよね。延べ面積が、えー、150だよっつったら、まあこれはもう階数に関係なくね、ね、えー。あとはまあ階数が3階建てだなんて言ったら、延べ面積に関係なく、これは耐火建築物にしてくれと。 えーで「耐火建築物」なんですけど「耐火建築物」またはそれと同等以上の炎症防止性能を持つ建築物というちょっと改正でねその「耐火建築物」っていう意味合いプラスこういったなんていうのかな「燃えー、耐火建築物と同じような建築物」なんていう言葉が付け加わりましてでまあ建築士あたりの試験だとこの辺細かい 定義というのかなそんなものもきっちり押さえろみたいな話なんですが、まあ、我々宅見ですからね取引に必要なまあ話ということですんでまあ大建築物かなみたいな風にな理解でもいいでしょうと、えー。じゃあまあ防火地域内でね面積は小さいわ回数はあ平屋だわなんて言ったんでそれでもねやっぱまあ大火か潤滞かにしてくれみたいなね話に、えー、なっております。 えー、327ページ、えー、どうぞ、えー、お読みになっておいていただければあいいかなと。それでね、あのー、そっか、一番下かなジョン、ジョン君だね、例外として以下の場合だったら、大会、準大会じゃなくてもいいよと、えー。外壁などを防火構造としている50平方メートル以内の平屋建ての付属建築物物置の類、ね、それから高さ2メートルを超える門塀で不燃材料、またはうんぬんで覆われてるものとか、こんなのとかさ。 高さ2メートル以下の門または平和は、まあ、えー、まあ、木造、木剥き出してもいいかなみたいな、まあ、いろいろあるんだけど、ね、まあ、ちょっとこの辺細かいから参考でいいです。で、ちなみに写真、えー、高さ2メートルを超える木造の門なんですよ。これ、かなりでっかいですね。で、防火地域内だったら、これ、えー、木剥き出しですから、これは建築できないと。で、ちなみにこれ、どこかというとね、西新井大師。あ東京・足立区にね、西新井っていうのがあ,、まありまして、えー、そちら行った時にですね、 まあ立派なもんだったんでね、写真を撮ってきましたと、えー、そんなんばでございますか。じゃあ、ちょっと次のページいきますと、328ページで、えー、防火地域内の看板や広告と、これ、防火地域内だけなんだけどね、あの防火地域って言ったら、やっぱりまあ、どうしてもね、まあ、そっか、さっきの大和市ね、あの、で説明したけど、商業地域にはまあ、そのまますっぽり防火地域なんてこうやっておりますけどね、やっぱりまあ、人や物が多く集まります。ですんで、 えまあね火災なんてのは起きないがいいんですけどまんまん万が一火が出ちゃったなんていっ時でもですねえまあいろんなものに燃えないようにということなんですよ。建築物にもねまあ今見たようにまあ一応耐火建築物だみたいな話になってるんですがさあその街にですね燃えるものがあっていいかっていうとどうもそうもいかねえだろうということでこんな規定があるんですね防火地域内だとえ看板とか広告とまあまあ,あの今度意識して街歩いてみていただきたいんですけど えと都会にはね街にはですね、まあ、多くの看板とか広告塔ってあるんですよね、えー、でそのビルの屋上に、えー、広告、まあ、看板置くとそうそうほらあの看板設置料って言うんで、まあ、一種の賃借料ですねそれがまあ収入として、ねまあ、得られるわけなんだけど、まあ、火災ってのはさあの屋上、まあ、なんとあね火の粉っては飛んでって言わて飛んでっちゃうわけだよね だから、その建物のてっぺんの方にですね燃えるものがあったりすると、ちょっとよろしくないとか、あとは、まあ、建物の、ね、天井、あのーまあその、なんだろうな、屋上とかさ、まあ、そんなところじゃないんだけど、えー、ただ、まあ、なんだろう、なんかむき出しの木で作ったでっかいオブジェみたいな看板があってさ、まあ、キャンプファイヤーみたいになっちゃうとね、そういった可能性もあるから、まあ、困っちゃうな、ね、日だ火を、巻きみたいな、ね、感じになっちゃ困ると。 いうことでね、ちょっと読んでいきます。防火地域内だけ防火地域内へのある看板や広告塔などで、屋上に設けるもの。まあ、これは、あの、デ、ま、カ、あ、さは、まあ、とにかく問わないんだ。まあ、問わないで、まあ、とにかく屋上に設けるっていうと、火が燃え、ま、燃え移りやすいですからね。うん。それか、あとは、えー、高さ、もう屋上じゃないとしても、高さ3メートルを超えるもので、結構でかいですね。でかい看板ですよ。えー、この主要な、あその主要な部分を、 うんそれは不燃材料で作るか覆ってくれと。鉄鋼材やコンクリートなどでね作れと。だからまあ何ていうのがねあの全然防火を意識してない木ね地肌むき出しみたいなのはやめてちょうだいということでこれは328ページでした。さて今度ねあの純防火地域ね、えー、大和市で言うとなんだじゅん、えー、近隣商業地域だとかさ、まあ、住居地域だ。まあ、大低層は えーえー、防火も順防ももないけどね、まあ、だから商業地域じゃないところは純防化地域になってましてここだとどんなになるかっていうとねまあ大建築物まあまあそれに類するものでございますそれと同等のものですけどね、えー、それにしてくれっていうのがですね今度はねあれなのよ。 あの防火地域だと100平方面積が100平方メートルを超えてるかまあ高さがね3階建て以上かどっちかだったらと言ってますけど純防火地域ですとねもうちょっと緩いというかなあれになってて延べ面積だと1500平方メートルを超えると1500平方メートルを超えるというと結構大きい建築物ですよねあとはあ高さあごめんなさい高さじゃないや階数だな 回数が4階建て以上だと言うんだったら、これはですね、えまあ、対価建築物、まあ、それと同等の建築物ですね。えそれにしてくれと。まあ、そうじゃないよと。3階建てで、まあ、延べ面積も800だよとか、まあ、3階建てで延べ面積が、まあ、300だよなんて言うと、そうすると、対価建築物というものじゃなくても良いと。まあ、そんな話だ。それでね、ちょっとこの辺、ほら、木造防火だのさ、なんだのっていろいろ書いてありましてですね、 あのーまあ、厳密に言うといろんな種類がありまして、ここ、めちゃくちゃ細かいんですね。はいえー、なので、まあ、まあまり深追いしない方がいいかなと、まあ、いう、まあ、こともありまして、まあ、この辺の話にとど、えー、めておこうかなと、まあ、いうわけなんですね。はい、だ4階建て以上とか、延べ面積が1500平方メートルを超えてるというと、ですねこれはまあ燃えないものにしてくれと、耐火建築ですね。 純対価。じゃあちょっと困るよとあいう話でございます。はい。まあそんなところでいいでしょう。で、330ページでございます。防火、純防火。その他もろもろの話なんだけど、鍵括弧3番。え防火地域や純防火地域で共通の規制ってところで、外屋根と防火度はこれ参考でいいです。えー、それで外壁ってところちょっと丸でも振っといて、え防火地域や純防火地域で、 外壁が耐火構造だよと、耐、ま、火、あ、建築物なんてことであればさ、それはまあ当然、外壁は耐火構造っていう、ねえー、ことになりますから、えー、そうすると、まあ、場合によっては憲兵率100%なんてことも考えられるわけだな、憲兵、ねえー、率80%で防火地域で耐火建築物なんてことになると。と そうすると、敷地、フルフルに建てるってことになります。ですんで、外壁、こう言ってますね。外壁が耐火構造であれば、その外壁を認地境界線に接して設けることができますよと、えー、という話ふーんと思うかもしれませんけど、えー、とこのテキストのね、330ページの右下、プラスアルファってところ。 民法では50センチ境界線から離してねとこういうちょっと規定があるんだけど、それの例外というかね、特別ルールということに、ここはしちゃうわけなんですね。でちなみにその50センチうんんっていうところなんだけど、ページ数だけ書いておいてもらっていいですかね。えー、とね、えー、とテキストここだ。えー、っとね、P622。 622ページに民法なんだけど、えー、50センチは話してねみたいな話があるんだけどね。ちょっとその話を、えー、触れております、えー。以上、そんなところで結構です、えー。それから建築物が防火地域、純防火地域にまたがる場合、これ建築物なのね。敷地がまたがってるんじゃなくて建築物がまたがってると。 そうすると、これね、厳しい方のルールが適用なのよ。防火地域と純防火地域にまたがってんだったらば、建築物がよ、え防火地域のルールでと。だから3階建て以上だったら対価だなんだとね。うん、そんな風にえ、厳しい方に従うんだと。まあ、その程度で結構でございます。えー、防火、純防火はね、えー、そんなところでございました。 えー、ちょいと時間がありますから、えー、次の332ページ、あ建築協定、ちょっとここ1ページ、2ページしかない、ちょっとここまであのやってしまいましょう。ごめんね。建築協定っていうね、これ聞いたことある。こういうのもあってさ、あ、だから建築協定が締結されてるっていうと、またあるわけ、あの、都市計画法の地区計画と同じような話なのね。で、あの、地区計画っていうのはさ、都市計画法で、 えー、まあやってるわけなんだけど建築基準法という枠組みでもねこの建築協定ってのを結んでですねあの地区計画と同じような話ができるんですよねあだから面倒くさいなだから地区計画が指定されてないやわーいって言うんだけど建築協定が締結されてるって言うとそれ調べて従事後の説明書かないけないってね、えー、そんな話でじゃあ,まあ建築協定ですよ、えー、地域住民で建築協定を締結できる場合があると、えー、建築協定という手段という資格の一番なんですが えー、概要をご覧ください建築物についての最低基準を全国一律に定めました建築順法では満たすことのできないです、えー、地域の個別的な要求を満足させるために建築協定だと住民同士で作るまちづくりのる、まあまあ、住民同士で協定を結んで、えー、それに、えー、合わせましょうってことですよね。はい えー、建築協定の仕組みなんだけど、これ、どこでも締結できない。ちょっとそこのとこ波線をどこで締結できますかと、これ、建築協定を締結できると、条例、そこのとこね、条例です。ですんで、建築協定が締結できるエリアはどこかって、これ、条例で調べてくれってああ。で、条例に書いてある。だから、あ条例がなきゃ、これ、建築協定なんか締結できないからな。うん、です。 えそれで協定の内容なんだけど、まあ、ほら敷地の最低面積とかいろんなところといっても地区計画とさっきの敷地面積のとことここの建築協定とねかね敷地の最低面積っつのこう,うるさく言うっていう方法、まあまあ、まあつ一応3つのルートがあるけどねあと位置、構造、用途、携帯、衣装とかね、まあ、地区計画とよく似ていますと。 でまあまあ、それも似て、似ても似てるわけ。まあ、なぜかというと、333ページ、右側のページか。先に、えっ、ー、とね、右下に、プラスアルファってあるから、ちょっとここを読んでみて、小さい字で申し訳ない。都市計画法の地区計画制度と似てます。地区計画は都市計画、えー、公的な制度なので、市町村。 まあ、都市計画化というところで具体的に言うとねそこが運営するわけなんですが建築協定は地区の住民による運,用運営という位置づけ、ね、だから、まあ、私的な、えー、司法的な契約、まあ、だからみんなで決めたのを守ろうそれを、えー、行政役所がバックアップしているというだからうんと、ね、旗を振ってんのが、まあ、だからその市町村が前に出てきちゃうのか。 まあみんながそう言ってんで、市長選は後ろで応援するよっていう形にするから、どっちみち同じような話なんだけどね、ちょっとそのポジションがちょっと違ってくると。なお、すでに出来上がってる町で建築協定が提起されるのはほとんどない、一人協定。これ何かっていうとね、左から見てもらいたいんだけど、デベロッパーがかっこいい町を作って、先にそのデベロッパー一社ねえそそ、その一人でしょ。うん でデベロッパーも開発した人が、ね、作った人が、ここを建築協定にしますよって決めちゃうのよ。で、後から入ってきて、結果的にえ所有者がたくさんいるんだけど、建築協定っていうのになってるよ。というパターンが多いと。はい。えー、それが333ページですから、ちょっと後で、えー、ご覧になっておいてください。えー、建築協定、そうだ、ちょっとここだけ。333ページの一番上で、建築協定の締結、えー、協定の効力ってありまして、 その下にさ上から3段目建築協定っていうのを決めたでしょその変更その内容を変更する場合はそこをちょっとうまくといて全員の合意うんで今までだから外壁はあピンクはやめ,めようねって話でじゃピンクにしようよなんてまあその話だよねそうするとこれ、ね、過半数には全員ですね全員の合意がないとだから事実上ですね変更できねえんじゃないかなとあじゃあどうするかともうやめないかって話になったらきてるわけよ やめないいかといった廃止はこれ過半数ねねとしますよ、ね、あ廃止が全員でなんて事実上難しいけど、まあ、過半数の人が辞めようってなったらめた方がいいと、えー、建築協定以上でございますまあ一人協定ってありますからちょっとそこもあとね今ちょこっとお話ししましたけど、えー、写真は東京国立市の建築協定区域でございます是非皆さん都市,計あ都市計画図に建築協定って載ってるところもあるのよ ああうラッキーですね、そういった町でしたらね、えー、浦安市とか世田谷区だったら、確か乗っかつってたと思うんだよな、後の自治体、ちょっと分かりません。<laughs> えー、なので、どうぞ皆さんでお調べいただければと思います。はいでは、県近くには次のお手ごぎやっていきましょう、続きをどうぞお聞きください。<music> はい、えー、それではですね建築確認という制度をやっていきましょう。ちょっと待って、建築確認を受けてからじゃないと建築できないよ。と,、はい、ということでねう、建築確認とは、他球業でも出てきたね、えーえー、建築確認受ける前は、えー、広告しちゃだめよとかね、やりましたけど、えー、概要でございます、建築物を建築するには、資格の一番真ん中にですね、えー、設計図書、図面や仕様書、まあ、いろんな書類ね、ね見たことあると思うけどね。 ああいろんな、まあえー、書類だ図面だ必要ですよね建築物建てるとなるとねで内容が建築基準法などの規定に適合しているかどうかの確認例えばまあ建築基準法以外でも都市計画法でさ例えばそうだな地区計画区域でところで建築するんだっていうとほら地区計画ですから市町村長へ届け出をしてくれなんてこういうのがあったんだよね、まあ、忘れてますけどね皆さんねはい。 ありがとうございます。本当にね。<laughs> で、それで、嫌み言ってるわけじゃないかな。それでね、だからその、地区計画ってんだったら、まあ、届け出をちゃんとしてるかとかさ、うん、そういった、まあ、書類、書類、まあ、手続きかなえ。ちゃんとしてるかどうか、それを確認する。えつまり、建築主事または指定確認検査機関などのチェックを受けてからになります。えどんな建築物を建築するときに確認がいるのか、ちょっとそこのところを見てこうじゃねえか、ということなんですね。 さて、じゃあ、そしたら、鍵括弧一番で建築物の種類っていうところなんだけど、えっとね、えっと、三つあるんだな。ちょっと先に見ると、三百三十三ページの鍵括弧一番で、建築物の種類で、まず、こういう言い方して、してます。丸一、特殊建築物、ちょっとマークと言って、特殊、うん、建築物。はい、そう、いいです。 それから305ページでちょ上から3分の1ぐらいのところ、丸の2番で大規模建築物。あのねまあ、大何が大規模かって話あんだけど、まあ、こういう概念なんですね。大規模建築物という、まあ、分類にしとこうと。うん、それから,、まあ、だから大規模建築物じゃない小規模な建築物という336ページだよね。うんまあ、一応、こうあるわけ。それでまず、ね、特殊建築物 という330ページ見てもらいたいんだけど、どこ行こうかこれから。うん。で病院 <laughs> そういや、ちょっと違いうよ。映画行くわよ。なんだったらホテル行くとかさあ。あじゃあ、俺ら一のマンション来るとかね。うん。じゃあ、ちょっとその前にコンビニ寄ってこうよ。うん。なんだったら飯食ってくかファミレスでな。うん。ちょっと倉庫行くわ。行かねえや。 <laughs> もうなんでデートで倉庫行くんだよ。ちょっと一緒に自動車尺車行かないなんて訳わ,わかんないですよね。修理しないね、しねえよっていう、<laughs> なんかね、キャバレー、バー。あのーんで、ここで出てくるのがね、共同住宅かコンビニエンスストアから、らあと飲食店、まあ、その類ですね、まあ出てこないですよ、キャバレーとかバーとかホテル、まあ、だって、宅建け市だからね、あの、うん。 でこれ何かっていうとねこれ構造は問わないってなってるからあえっ、ー、とね建築物の中で名前がついてるものですよね、うん、で映画館とか倉庫とかさじゃこのこういった名前が付いてない建築物は何言ったらそれ一般住宅ってことなんじゃない個人住宅とかだからあとはそれからオフィスだねで個,人じ個人住宅とか事務所じゃないやつは特殊建築物ということになっちゃうのよ。 だからこれいちいち覚えるということよりも人やも物が多く集まるところとかさ、うん、名前がついてる名前って言ったらいいのかね、うん、そういう,そう,いう、まあ、建築物というわけでこれはもう構造といいません木造だろうが鉄骨だろうがその用途で特殊建築物という考え方なんですね。335ページ上見てもらいますと、えー、特殊建築物。 のイメージなんてまず土地に定着する工作物の中に屋根があると建築物になるわけだな。で壁と柱、屋根がありますよ。あとどんな用途ですかって言うんで用途によって特殊建築物という言い方になるわけだ。で335ページの右の欄の上から2つ目重要。自宅と事務所でなければ特殊建築物かなとそんな言い方で結構です。まずこれが1個目。 それから今度、あのーこ、自宅だよとか事務所だよっていうような話だとしても、まあ、特殊建築物だとしても今度ね、あのサイズ的な話があるんですよ。でね大規模建築部、大規模建築物という言い方では出てこないですけどいずれかに該当ってなっててまず、階数が3階建て以上。 で延べ面積だと500平方メートルを超える。面積、あ回数で超えるってないよね。あ2階を超える。3階って言えんだよなあ。うちは階段、回数が、あのー、2階を超えてるの。3.14階。π か、お前は、みたいな。なんか <laughs>、π に住んでんのお前は。円周率か、お前んちは、みたいなね。だからあのー そうよあの回数は以上ですねで面積だの高さだのっていうと微妙な点1 4とか出てくるから長にしてるんだけど、えー、延べ面積は500平方メートル長、えー、高さが13メートル長か軒の高さが9メートル長うなんだよ、ねまあ、全部該当するってまあまあだから結構でかいけど、えー、だから3階建て以上で延べ面積が240だよって言ってもこれは大規模建築物になるだろうしたくまあ、軒の高さ と建築物の高さ、軒の高さの方が高いってことはないですよ。うん。なんか、うん。なんか、なんか、わおみたいな。わかんないね。なんか、一丁目一丁目、わおみたいなの。ああ、じゃあ、さらにわ、今、東室山温度ちょっと今、誰もいないから踊ってみて。まあ、わなんかんないけわかんないけど、何となくほら、あの軒の高さが高いっていうと、なんか、わおみたいな感じなんじゃそれはありえません。ね。はい。えー、それを言いたい。えー、っと、木造だと、 だから3と500と13と9ですね。3五の等3、苦しい夫婦。3だけが以上ね。3五の等3、苦しい夫婦。と、えー、こういう語呂をよく使ってますね。で、木造以外だと、なんか、あ、ごめん、あの木造以外で2階建て以上か、延べ面積250メートル以上。 木造以外の方なんか小さい、ね、鉄骨鉄筋だけど小さい方で大規模ってなるって、まあ、なんとなくなんか,なんかえー、木造の方がええと思うかもしれないけどもこれはこうなってるんでこのまんまもういっちゃって、うん、で 2, 階2階建て以上200平方メートル超で351392235の父三苦しい夫婦と、まあ、いうわけですね。 えそれで336ページ、この、じゃ産後の父さん苦しい夫婦じゃないやつは、まあ小規模、まあ蒸気以外なんて言いまして、例えば、まあ木造2階建て、延べ面積 240, 高さが8ですよね。で、個人住宅と。木造2階建て、延べ面積 240, 高さが8メートルの、 えー、飲食店。なくなっちゃったら、これは今度あの、い,やいや飲食店だと延べ面積100平方、あ200平方、ごめん、あの、えっ、ー、と、そうそう、延べ面積によってね、うんぬんってこう、あるんだけど、まあ、個人住宅なんていうふ、ね、に出てますんで、はい。えー、まあ、一応、小規模建築物ね、特殊建築物じゃねえよという話になってきます。さあ、今度、そしたらね、 えと建築物大規模の修繕模様とで大規模の修繕ってとこちょっと波線振っといてもらっていいかなこれマンションなんかで大規模修繕ってやるじゃない。やるんだよ13年にいっぺん。であれを言ってるわけなんだけどね。えー、でまあ、なんだろう、個人住宅ではまあ修理はするだろうけど自分で意識して大規模修繕って言うかどうかちょっとわかんないけどね、個人住宅でね。マンションあたりだとか、あとはなんだろうね。 百貨店とかでまあたまに大規模な修繕ってあるけど、あんな話ですね。で、それか、それと、だから修繕とか模様、あ、模様替えっていうとなんとなく、今度、カーペ、カーテンはピンクとかね、そういうの模様替え模様替えっていうの言わねえかベッドの位置や掛けとかそういうのを言う人もいるけど、そんなんでいちいち建築確認取ってたら、断捨離とかできねえだろう、う なあミニマリストになれねえだろみたいな,なんか別に断捨離じゃなくてもいいんだけどここでいう模様替えってらは材質を変えるのよねあそれで結果的に多分屋根の模様が変わるみたいなことを言ってるらしいんですけどねまあ古い言い方ですあんま模様替えってのもまあ、まあ、まあ大規模のさらにこれに普通の日中大規模な週なだよねだけどのっていうんだよねうん変なのって覚えておいて <laughs> 変なの できべのみたいな感じでいいですよ。うん、いやいや、慣れだからな。うあ、そっか、建築。建築っていうと、これは、まあ、新築はいいやな。あと、増築もわかるわな。改築は建築物の一部を取り壊し、構造用途がほぼ変わらないものを建てる。で、構造とか用途変えちゃったら、これ新築になっちゃうんじゃないですかね。はい。あと、移転だって。同一の敷地内で建築物にから、こんなことできるの知ってるあとでちょっとネットで見て。でね、 あの家を引く本当に引っ張るんだけど引く家引き屋っていうのかなあれをやってる工務店万能そうそう画像だの動画もあったかな本当に建築物引っ張って基礎をそんなことできるんだよあの建築物の基礎,を基礎をなんとかないわば地面から持ち上げてトロッコみていなの入れてゴロゴロゴロって引っ張るってですね でこれがさあの、トラックかなんか載せちゃって、全然別の場所に行って、それでそこをポンと置くっていうと、これ、別敷地になっちゃうから、これは新築なんだって。そうじゃなくてあの、同じ敷地内でちょっとずらすっつうんだけどね。それを移転って言うんだってね。あのまあ、私はこう説明をしてますけど、まあ、見たことはないんだ現場でね。ああ、だからあとちょっとネットで見ておいてくださいと。そんなことだな。うんあとは、あと、あと、用途変更、これはもう建築の使い方を変更する。 一般住宅だったんだけどコンビニにするとかねで。主要構造部って言葉出てますけど、屋根とか柱とか床とか。まあまあ、なんとなく、まあ、私たちが目にするものかなみたいな、ね、ところなんですね。うんえー、それで337ページ、こう言ってますけど、大規模の模様替えを売るの、ちょっとこれはいいや。えー、っと、建築確認が必要となる場合って言うんだけど、ちょっとここね。 えと都市計画区域、えー、内外問わず、まずあの建築物の種類ってところで、まず特殊建築物だよってなってたわけですね、あの木造だ鉄骨だ関係ありません、床面積が200平方メートルを超えてますと、えー、新築をするとか、まあ、そういった、えー、例えば共土住宅ね、まあ、200平方メートルなんか超えちゃうと思うんですよね、分譲住宅なんかだと、分譲マンションだとね、えーで、大規模の修繕をするんだったら、まあ、確認がいるわけですよ。 で特殊建築物じゃないといった場合でもね、だから産後の父さん苦しい夫婦になってんだったら、これは新築だなんだで、ねえー、確認受けなきゃいけませんと。じゃあ、その小規模建築物ですね、えー、336ページにあるように、木造2階、延べ面積240、高さが8メートルと、えー。これはどうかっていうとあの、都市計画区域だったらね、都市計画区域だったら新築するとか増改築するって時は確認を受けてくださいと。 で都市計画域内の戸建ての2階建て住宅で大規模修繕をするようなんて、まあ、いちいちそんなんで確認って言うとキリがないですからね、うん。大規模修繕、修繕するとかね。だからこれは確認はいらないとか。えー、そんな風になってます。で、ここのところ、ちょっとまあ、あの、まあ、なんだろうな、まあ、多少細かいというかこ、こんがらがりそうなんで、え今日のところは、あ,あ、そうか、そういう話なのかでいいです。はい。それでですね、えー、っと、 星印が1、2、3ってあって3つ目、ごめん、ちょっとここ、あのー、えっ、ー、と、数値をちょっとね、直してほしいのに、ちょっと読んでおくね。例えば、一般住宅を用途変更して、そこ100ってなっちゃったんだけど、ごめん、これね、200平方メートルの間違いでした。っていうのはね、あの、ここ、改正なのね、今までは100平方メートル超だったわけですよ。だから、150平方メートルの、 まあ、床面積の戸建て住宅を何かにやるっていうと建築確認ってことになったんだけどえっ、ー、とね、あのー、ちょっとこう少しなんだろうな容器を緩くしたっていうかなだからだから一般住宅だったんだけどそれを用途変更して250平方メートル超のコンビニエンスストア。 まあ随分広くなっちゃうよね。普通コンビニエンスしたって150、120ぐらいじゃないかな。小ぶりなとこだと110とかそんなんだと思うんだけどね。うん。えー、に、えー、するなどの場合、確認が必要です、うん。だから一般住宅を特殊建築物にしますよって時で床面積っていうことに、えー、なってきちゃうんですね、はいえー。ただまあ、特殊建築物館同士での変更で、類似の用途変更ってあってさ、例えば劇場から映画館で。 スクリーンがあるかないか、なもんだったりね、するんだけど、まあ、こういういくつか出しておきましたけど、この類似の用途変更だったら、これは確認はいらないけど、まあ、試験で出てくるのはね、やっぱりまあ、一般、一般個人住宅だったんだけど、それをコンビニエンスストアにして面積が、みたいなね、言い方で出てくるケースが多いんで、まあ、今シーズンは200平方メートル超に変わりましたけど、ちょっとそこ、ご注意いただければなと思います。えと、それから、 まあそんなような話を、ね、338ページ「ジョン先生と猫ちゃんで」やっておりますから、えー、ご覧になっておいてください。はいまあ、あとはそうだなこの建築確認でねちょっととっつきにくいと思うからあの、ね、新築する時だけちょっとまず理解しといてもらいたいかな。えー、じゃあ都市計画区域内で、えー、建築物、まあ、特殊建築物だろうが大規模建築物だろうが小規模建築物だろうが。 まず都市計画区域内で、まあ、建築物といったものを新築するんだったらどんな場合でも確認がいりますよと、まあ、そういうふに言ってるわけだなで。都市計画区域じゃないよと、まあ、試験で、試験問題で都市計画区域って書いてないと。うん、でそうするとでも木造の3階建てなんて出てきたらまあ個人住宅だなんてあったとしてもねこれは大規模建築物になっちゃいますから。 えー、これは、まあ、木造3階建ての個人住宅を建築新築する場合、確認は不要であるなんでこれ出てくるわけよ。いやまあ、もちろんだ都市計画区域じゃなかったとしてもね、えー、これは確認が必要だよと、うんまあ、そんなふうな判断でいいです、はいえー。まず新築だけ理解しておいてもらって、あとちょっとまた見直しの際、えー、少し細かいところも読み込んでいってもらえればなと思うんですね。 はい、338ページ以降、建築確認以降の流れでございますが、この2ページ、339ページまでは、まあ、頻度からして、まあまあ、そうでもそんな出ねえかなってこともあるしね、えー、まあ、ただでさえ、ちょっと数値が出てきたり、専門用語、今回いっぱい出てきましたんで、この辺にしときまして。はい えー、復習の際にもう一度ご覧になっておいてください。建築上は、えー、今日まででございます、えー。次回、法令上の制限6回目からはですね、その他の、まあ、法令上の制限とか、宅地造成等規制法とかですね、農庁とかね、えー、そういったものをやっていきたいと思います、えー、また折を見まして、皆さんね、音声講義聞いていただければと思います。はいえー、では、続きの音声講義、どうぞお聞きください。